よう、ヒューガ。相手が強ければ強いほど燃えるわしが、この日をどれだけ待ち望んだか。今日は思いっきり勝負たい。ジト、お前のパワーは全国大会で見させてもらった。だがパワーなら俺も負けねえ。お前のどてっぱらにタイガーショットを打ち込んで、その巨体ごとゴールしてやる。ふん、そうはいかんたい。全国大会からわしも体を鍛えに鍛えてきた。翼のドライブシュートに押し込まれたような、あんな不覚は二度と取らん。キューガ、今日はわしのパワーディフェンスでお前を止める。そして試合の後に笑うのはわしらたい。そういうわけなんで、覚悟しておいてくださいよ。まあせいぜい楽しませてもらうとするかの。ガッ！ジトーさんのパワーディフェンスの実力は全国大会でも証明されています。注意してください、ヒューガさん。心配するな、タケシ。相手が誰であろうと俺は負けん。今日も勝つのは俺たちだ。行くぞみんな。お前の噂はわしの耳にも聞こえてきとるたい。長年喧嘩に明け暮れてきたわしの勘が、お前はただ者じゃないと告げているたい。わしのパワーでぶっ潰してやるから覚悟しておくたい。弱い犬ほどよく吠えるものたい。わしの勘もこれは外れかのう。さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく試合開始です。どうだ、ヒューガ君、連続突破で見せます。敵陣へ攻め込みます。ヒューガ君、もうこの一撃がゴールを襲う。ジトー君、体で防いだ。まさに走るダンプカーだ。ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。敵陣を切り裂く。シュート。平野、ゴール前からどう展開していくか。畠山君、ロングパスだ。ヘディングでのパス。野田君、ボールの狙いも届かない。ここは抜かせません。ここで止めた。タイガーショット。このボールに飛びつく畠山君、これはキャッチできない。ここはボールを受けます。ヒューガ君、直線的ドリブルで蹴散らした。ヒューガ君、クロスを上げた。澤田君、クロスに合わせに行く。東方、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。ヘディングでのパス、どうだ。横をすり抜けた。敵陣を切り裂く。鋭く足を切り抜け成功。畠山君、このシュートを正面から受け止める。弾いた。あっと、奪い返した。横をすり抜けた。次々にかわしていく。鋭い回転をかけてゴールを狙う。真正面からシュートを受け止めた。
畠山くん、これはキャッチできない。ここはパスを出した。回転が決まった。このタックルは不発に終わります。鋭い回転をかけてゴールを狙う。ルンボール、おたけび側でボールに立ち塞がった。あとこのボールをブロック、チャージが決まった。鋭く足を振り切っていこう。このボールにかろうじて反応、キーパーごと突き刺す。これでどうだ。まずはシュートでゴールをゲット。どうだ、ここは抜かせません。激しいタックル、ロングパスを受けます。ドリブルで突破。何これは、ゴボールだ。素早く横にかわす。一回詰まってシュート。これは反応しているぞ畠山くん。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。なんという破壊力だ。いくぞ佐田くん、スライディングでカット。渾身のパスを味方に送る。あっと奪い返した。素早く横にかわす。止められない。横をすり抜けた。秋沢くん、ここは抜かせません。秋沢くん、ロングボールを送る。佐野くん、軽渡しのような動き。川瀬くん、激しいタックル。逆サイドにボールを振る。このパスをカットします。いけ小池くん、激しいタックル。中条くん、スライディングでつなぎます。ここはパスを出した。大きくパス、パスを受けた。かわして振り切った。ここはごぼう抜きだ。鋭い回転をかけてゴールを狙う。このボールに飛びつく。これは見事にキャッチ。なんという破壊力だ。ドリブルでボールを運ぶ。神藤くん、ヒットシュートを放った。佐野くん、ここだ。シュートコースを変えた。これはキャッチできない。ヘディングでのパス、素早くつなぎます。古田君、ここからロングフィードを送った。横にかわしてスパー。これはごぼう抜きだ。敵陣へ攻め込みます。回転をかけてシュートを放った。ボールはまだ生きている。パスを受けた。あっと奪い返した。曽田君、ボールを奪うことができません。畠山君、これはキャッチできない。弾いた。森下君、このボールを拾います。入らない。シュートだ。畠山くん、ボールはまだ生きている。あっと奪い返した。ゴールを狙う。ダイレクトでシュート。あっと、これも弾いた。よし、東方1点差での折り返し。このリードを守りきることが。キックオフ。竹野くん、このボールをコントロール。滝沢くん、パスを出します。チャージが決まった。森田くん、ボールを奪うことができません。ここはパスを出した。ここでパスカット。キューダ君、得意の直線的なボールだ。次々にかわしていく。キューダ君、これがタイガーショットだ。逃だ。これはキャッチできない。野田くん、ボールを持った。ヒューガくん、このスライディングが決まった。ゴール前に上げた。クロスを合わせに行く。あっ、弾きます。東方、これは戦い方を変えてきたようです。タックルが炸裂。平戸、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。澤田くん、ここは抜かせません。ここで止めた。ここでチャンスを潰します。東方、ここは戻りながらのディフェンス。川辺くん、ボール出しで成功。
横をすり抜けた。さらに一瞬なんという破壊力だ。スライディングで止めた。ここはパスを出した。かわして振り切った。止められない。鋭い手をかけてゴールを狙う。なんとかボールに食らいつく畠山くん。これはキャッチできない。激しいタックル。シュート防いだ。パントキック。どこまで運べるか。ヘディングでのパス素早く横に倒す。これはごぼう抜きだ。狙いすまして強力力をためて強烈なシュート。これはネットに突き刺さる。まやったぞ。一撃でゴールをゲット。おらもらったぞ。ここは抜かせません。ロングパスだ。よっしゃ。タックルも決めた。ジトー君、スペースにパスを出した。時計はすでに後半の15分を過ぎてます。激闘の決着まで残すところわずか。横をすり抜けた。止めない。シマノ君、横にかわして突破。ここから一気に攻め込みたいところ。シマノ君、センタリングを上げた。止めた。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガさん、ソリマチ君、ワンタッチで送る。あっと、この位置でパスカット。シマノ君、ここは抜かせません。ここでチャンスを潰します。ヒューガ君、ボールを奪うことができません。得意の直線的ドリブルだ。ゴールを狙う。このシュートは枠を逸れた。平野、ゴールキックで仕切り直します。東方、ここで作戦を変えてきました。長いボールが通った。反町君、ボールダッシュ成功。沢田君、ロングボールを送る。平野とぶつかっていった。さらに横をすり抜けた。平野とぶつかっていった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うぞ。タックルが炸裂。強引なドリブル突破。長岡君、ボールを奪うことができません。回転をかけてシュートを放った。さあ、ボールと真っ向勝負。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。鋭い回転をかけてゴールを狙う。キーパー動けない。まさに引き決めた。ゴールをゲット。そら、森津君、パスを出すの。体ごとぶつかっていった。横にかわして突破。連続突破で見せます。かわして振り切った。素早く横に通す。ガッツが炸裂。ここはパスを出した。長谷さん、これをトラップ。あっと奪い返した。パス、これは通過。逆サイドにボールを振る。絶妙なコントロールでトラップ。沢田君、渾身のパスを味方に送る。横にかわして突破。狙いすましてシュート。豪快にシュート。畠山君、ゴールを割らせません。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。ロングボールを送る。島野君、ロングパスだ。ここでチャンスを潰す。完勝。大量得点で試合に花を添えました。
わしのパワーをもってしても勝てんとは。東方学園、なんという強さたい。慈瞳さんが日向さんと戦っている間に僕たちが自由に動かせてもらいましたからね。そこなんだよな。日向さんを止めても他の選手に好きに動かれたらどうしようもない。それが俺たちの強さだからな。そうですよね、キャプテン。まあな。キャプテン？しかし体はわしの方が大きいのに、お前のパワーはすごいのう、ヒューガお前のパワーも大したものだったが、俺を完全に止められるほどじゃなかったな。言い返してやりたいが、何を言っても言い訳にしかならんたい。負けたことは素直に認める。それが負けた男の取る態度というものよ。それじゃヒューガ、残りの試合も勝ち続けるたい。そしてまた代表で会おう。ああ、楽しみにしてるぜ。佐野、わしは幸せ者かもしれんの。え？同年代に戦いがいのあるやつがこんなにもたくさんいるとは。勝負の血が燃えてくるたい。さあ帰って練習じゃ。わしらはもっともっと強くなる。そして佐野、お前は来年必ず日本一になるたい。はい。あいつめ、わしとサシの勝負で勝つとは、年下とはいえあっぱれな男だい。あの男の実力があれば代表に入ってくるのは間違いなかろう。ああいう男と共に世界の猛者と戦うのも一興かもしれんの。せいかな、いつもより疲れるな。いや、やっぱり疲れは溜まってるよ。強豪ばっかりと戦ってるからな、消耗も激しくなるさ。それに俺たちに向かってくる相手の目が今までと違うと思わないか。目だけじゃなくてぶつかってくる勢いもすごい。なんというか挑まれてる感じが今までよりも強い。でも考えてみれば、俺たちだって南葛と戦うときはいつもより一段と気合が入ってたし、これが全国ナンバーワンになるってことなのかな。特にキャプテンは大変だよな。ああ、相手のディフェンスが本気で削りに来るからな。みんなまだまだダッシュ行きましょう。たけしのやつ頑張ってるな。チームを率いる自覚が出てきたのか。よし、フリーキックの練習行くぞ。古田、今井、もう少し右だ。いやいや、キャプテンのフリーキックの壁とか改めて立つと怖いなんてものじゃないな。おい、二人とも耳を貸せ。いいか、お前が右に出してたけしが打つと見せかけて、たけしは俺に戻せ。わかりました。行くぞ。しまった、そっちか。壁が崩れた、今だ。日向さん、何もらった。しまった。助かった。すみません、日向さん、僕のパスが。お前たちのせいじゃねえよ、俺が力んじまっただけだ。くそ、足が思うように動かねえ。やっぱりあの慈瞳との対決で足首の怪我が悪化したか。キャプテン、どうしてそんなにしてまで。よし、
今日の全体練習はここまでだ。各自解散。個人練習もいいけど疲れも取っておけよ。ごめん、今晩は2軍の選手たちと練習する約束しちゃったんだ。また今度一緒に走ろう。たけしも自覚が出てきたらしいな。おいお前、沸かしますが、左肩の古傷を見てもらいに医者に行くって言うからよ。今晩は俺がお前を鍛えてやる。それじゃあ晩飯の後にグラウンドに来い。わかったな。よし、1対1だ。来い。まだまだだぜ。さあ俺から奪い返してみろ。そうだ、それでいいんだ。お前の一番の長所はその勝ちへの執念、ボールへの執着心だ。その長所を見込んで俺は昇格テストでお前を合格させたんだ。いいか、心構えさえあれば技術なんてのは後からいくらでも身につく。だからその執念を忘れるんじゃねえぞ。さて、診察結果をキャプテンに報告しなきゃな。ロッカールームに誰かいるのか。疲れたろ。ほら、スポーツドリンク。それじゃ、俺もっと。高圧いと炭酸飲料でも飲みたいところだが、練習後だしスポーツドリンクの方がいいだろう。ところで俺の足のこと誰にも言ってないみたいだな。本当は誰にも明かしたくなかったんだが、お前には見られちまったからな。いいか、絶対に誰にも言うなよ。そんなもの決まってるじゃねえか。もちろん勝つためさ。俺は小学生の頃から南葛の大空翼に勝つことを目標にずっとサッカーをしてきた。だが小学生の時も中学1年2年の時も俺は翼に勝てなかった。そして東邦学園の恵まれた環境でサッカーをしているうちに俺自身の闘争心も弱くなっていた。そのことを東京都大会決勝戦の後、俺の小学生時代の恩師キラ監督に指摘された。このままではお前は翼に勝てないと。ショックだった。本当にショックだった。それで俺はキラ監督のいる沖縄へ行って自分を鍛え直そうと、全国大会が始まる前にチームを抜けたんだ。実際沖縄での修行で俺は自分の甘さを克服することはできた。だが俺はチームのキャプテンだ。自分勝手な事情でチームを抜けるなんて許されることじゃない。そのせいで監督と揉め事になって、全国大会は試合に出られなくなっちまった。チームの連中にすればキャプテンが勝手にチームを抜けたんだ。迷惑だったに決まってる。たとえ恨まれてもキャプテン失格だと責められても文句は言えねえ。それなのにみんなはこんな俺のことを信じて待っててくれた。それだけじゃない。俺抜きで頑張って決勝まで行って俺を決勝戦に出すために監督に頭まで下げてくれた。そして俺は南葛と翼と戦ってとうとう自分の壁を乗り越えることができた。つまり今俺がこうしていられるのはみんなのおかげなんだ。だから俺はあの時のみんなの恩に応えなきゃならない。いや、そうしなきゃ気が済まねえ。だからこのリーグ戦
俺のサッカーで俺の足でゴールを決めてチームを勝たせる、そう誓った。そのためならこんな程度の怪我の痛みなんて大したことはねえんだつまらないことを喋りすぎたな。誰だ。キャプテン、今戻りました。若島津、左肩はどうだった。はい、もう全く問題ないそうです。そうか、よかったな。さて、それじゃ寮に戻るか。そろそろ寝ないとな。立ち聞きなんかしてすみません、キャプテン。けど俺たちのためにそんな覚悟。試合の、うん、頑張れ。Gerdana, gerdana, oy, gerdana, gerdana, oy, gerdana, gerdana.